みんな聞こえるわね。別行動中でもブレイントークでいつでも全員と連絡が取れるから、何かあったらすぐに知らせて。新都市開発特区か。つまらん場所だな。任務に面白いもつまらないもないでしょ。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。僕ほどの超能力者になれば。何あのドローン。しといたのにバレたのね。強化隊長、カラスです。え、うちにカラスの餌食になるような子いたかしら。カラス、カラスってマスコミのことですか。ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。民間人を助けた英雄なんだから。いえ、奥の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな。カラスにつきまとわれて。ちっ、せっかく小玉隊から外れたのに、また奴らの近くで戦うのか。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと思うけれど、気を取られないでね。ジャミングされてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ。マスコミは海抜軍の活動を中継する権利を盾にやりたい放題だもの。うっとうしいな。まあ有名でやってやったな。3つの攻撃を確認したけど大丈夫だった。水浸しになると動きにくいのよね。僕の超能力を使え、カサネ。カサネのためなら。私に任せて。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。了解。こんなところね。僕の超能力を使え、カサネ。逃がすな。カサネ行きなさい。カサネ、今のは僕のおかげだろ。そうね、この調子でどんどん行くわよ。戦線成功ね。敵は全く気づいてなかったわ。次は重ねにいいところを持っていかれたか。借りるわ。死ね。水花は上空って、断絶の帯が濃くなってる場所よね。建設中に断絶の帯の流れが変わって、怪異が多発する場所になってしまった。強力な怪異は多くはないが、皆気を抜かんようにな。命あってのものだねだ。物資反応があるっぽいな。嵐の超高速を使わせてもらいましょう。しっかり受け取って。カサネ、常人のスピードじゃあの怪異には対抗できないわ。サスを使った方が良さそうよ。あとは任せてよ。
呼吸が浅くなっているようだが。あ、はい、少し。でも大丈夫です。深呼吸するといいのよ。ナオミはカサネのことも心配なのよね。カサネもナオミのことを心配していた。もらっていくわ。珍しいものを落としていったわよ。